鉄腕、ダッシュ、ダッシュ村、三部秋雄三部秋雄は、日本の農業従事者。日本テレビ系のテレビ番組、ザ、鉄腕、ダッシュにおいて、トキオのメンバーに、農業指導を行った。1950年以降、福島県二葉郡、並江町に暮らし、約20年かけて、一帯の開墾を行った、開拓農民である。2000年7月から、 日本テレビ系列のテレビ番組ザ・鉄腕・ダッシュの企画で波江町津島地区に開設されるダッシュ村の指導にあたり農業共同組合より農業指導員として紹介を受けた番組内においてジャニーズ事務所所属のアイドルグループ t o k o のメンバーと共に稲作などの農作業や動物の飼育、建築作業などを行った 本人は裏方での指導だと思っていたところ放送されると中心的重要な人材として映し出されたので大変驚いたという2011年ダッシュ村のロケ中に東日本大震災が発生それにより引き起こされた福島第一原子力発電所事故によりダッシュ村の損益が計画的避難区域に指定されダッシュ村の企画が中断自身も 浪江町を離れざるを得なくなり、福島市内の借り上げ住宅に避難しつつ、不定期企画、出張ダッシュ村にてトキオと共に、日本各地の農家を訪問し、様々な作物の農業技術や調理法の紹介を行っていたが、2014年1月19日の放送を最後に出演がなくなっていた。三カはこの頃から入院しており、入院期間中にトキの城島しょと、 山口達也が疑問に訪れたことが2014年8月31日の24時間テレビ37で判明した。2014年6月6日、福島県立市の病院で急性骨髄性白血病により死去。84歳没。死因については、福島民報では急性骨髄性白血病と報じられたが、在京各市では死因は不明と報じられている。 トキオをはじめ、関係者はその訃報に大変なショックを受けたという。妻と息子の三部鉄夫は秋尾より先に亡くなっており、6月10日に行われた葬儀の模主は、息子の妻、みちこが務めた。葬儀にはトキオを代表して、城島シュゲルも参列した。まだまだが口癖で、これは、物事は常に新しくなっていくので、現状に満足して停滞してはいけない。 という自身へのましめを込めたものであったとのこと。t o k o のメンバーとも講師にわたる交流を持っていたため、視聴者からも6人目の時を k と称され、親しまれた。これは2019年の結婚時、墓前に報告した城島からも称されている。2020年現在、三カの姿は、過去の VTR や、鉄腕ダッシュの公式サイトのアーカイブや、プロフィールなどで見ることができる。 ありがとうございます。